さっぴくん、はい、この携帯やばくね。やばいっすよ。あれ後ろになんか赤い人がいる。もう聞くね。ちょっと見てこれやばくね。そうですね。あれやばくねこれ。すごいっすね。画期的じゃねこの携帯。俺マジビビった。やばいっすよ。同時に撮れちゃったやつやね。あれ鵜沼駅って鵜沼駅でしょ。鍵払いって。ちょっととりあえずあそこの A で。さっぴくん、はい、何この異様な光景。え難しいですか。大きく見えます。すごくないこの系。でも感動しまくるよ俺。ほらほら運転中に見せてかんねん。すごいね。なんか使えんからうまいこと使いたいっすね。なんか編集したら結局1画面と違うしたみたいな。いや取り込んだらこのまま取り込まれるでしょ。違うのかな。再生の時もそのまま、このまま取り込まれるでしょ。ハートで使えるんですか。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ハートが似合わないおさぴです。ちょこれ今携帯で撮ってるんですごくないこれ。これさぴくんやばいっすね。携帯だよ携帯。ほら俺の顔映ってる。ほらほらハート。いやだな、ももきの横に俺のハートの顔がいるってなんかすごい。すごいことだよこれね。え本当ちょっと違うパターンいこう。違うパターン。ですけど中継でつながってるおさぴーさん。はいはい、こちらおさぴーです。そちらはちょっとどうですか。はい、結構ももきさんと1メーターぐらい離れてるんでちょっと声が聞き取りにくいです。あ、本当です。はい。今これどこ向かってるんですかね。これは多分今エイデンじゃないですかね。あ、エイデンですか。そうです、電気屋に向かっております。今もう来て、今どちらにおられるんですか。今車の後ろに乗ってます。あ、じゃあだいぶ近いところにいますね。そうですね。ちょっと声が遠いんですけど。はい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 。電波悪くないですか。そうですね、ちょっと電波悪いですね。ちょっと鍋厚さんに変わりますね。あー、了解です。あ、鍋厚さん聞けますか。はい、聞こえます。あ、今どこ向かってるんですか。今エディオンですね。セリーヌエディオンですか。そうです。あ、わかりました。じゃあまた後で中継お願いします。はい。いや、かくもん、いや、かくもん。鍋厚くん、はい、寿司屋来たらさ、100円寿司来たらさ、はい、中に入れんぐらい人おったね。もう、埋もれた。うじゃうじゃおったよ。ほんとっすよ。100円寿司なんか食っちゃってまぁ。ほんとっすね。どうする。何食べます。困ったな。でも寿司食いてぇな。回転寿司回らない回転寿司。高い。回らない回転寿司食べたいな、俺。やっぱりさ、はい、ね、100円の寿司やっぱ食えんわ、俺。回らない回転寿司しか口に合うもんでさ。マジですか。いや、別に贅沢なんかね、時価いくらみたいなとこで。時価。これは1000円とか。時価1000円からとかさ。高い。時価800円からとかさ。一皿でおしまいっすよ。え、一皿でおしまいっすよ。それを10皿くらいか。ははは、10皿1万円。1万円くらい。1人1万円くらいでしょ。鍋やつくん。はい。はい。回らない回転寿司食べたいな。探しますか。回らない回転寿司が食べたいな。回らない回転寿司。高いだろ。高いっすね。何、予算は。予算は5000円。5000円じゃちょっときついな。5000円で何食べました。5000円で。あとはステーキとか。無理。胃が痛いのでステーキなんか食べません。じゃあお魚とかソーセージ。ソーセージ。お魚って何お魚屋さんなんかも。何ですか。わ、日本料理店。いや、高いっすね。いいよいいよ。和食料理食べたいろー。うわー、すごいこと言っちゃった。なんとか亭とかさ。うわー、高い。俺叙々苑でもいいよ。え、叙々苑行こうか。え、叙々苑ですか。叙々苑、叙々苑高いっすよ。そう、焼肉って言いたいとこだけど胃がもたれると焼肉食いたくねえもんな。昨日中華食ったんだよ俺。あ、マジっすか。気持ち悪かったの。和食食いたい。和食屋さん何があるんですか。ようこそ相模へ。あ、相模いいっすね。ないでしょ相模。あんのこれ。だからさ、ないっすね。ルルルンルンルンルルルンルンルンルルルン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 相模。ラーメン屋多い。ビッグボーイやるさ。ビッグボーイって何。あ、俺あれっすよ、大きい男。
肉棒やないです。あ、これ何？ラーメン一刻だって、あれ？これあれ？あれ？声が遅れて聞こえるよ。あ、うまいじゃないですか。うまくないし全然嬉しくないし。あれ？声が 3? 1、2、3、4、5、6。似てない。似てない。似てないっすか。似てない。ダメ。なんかないかな。多分こうやって喋ってるんだけどね、さあ、はい、半分以上カットされるから。間違いないっす。だいたいいつも撮ってね、半分以上は使われてないからね。本当っすね。すみません。なんかないかな。やべえっすね。あれ、声が遅れて聞こえるよ。それ一刻どうっすよ。ブルンブルンブルン、ハルチリガラトロブルン。え、懐かしいっすね。ハルチリガラトロブルン。ハルチリってなんすか。エコー。エコーっすか。ハルチリガラトロブルン。聞こえる。聞こえるっす。わかんないんだけど。え、やめやつくん。はい。どう、この感じ。どんな風に映ってるかわかんないっすけど、俺はわかるもん。超お腹すいたからさ。すいたっすね。俺パンダうどんにしようかな。パンダうどん。いや、ちょっといっぱい食べたいね。今日飛行機セットにしましょう。飛行機セットない。飛行機セット。飛行機セット。飛行機セットでお腹いっぱいにならんもんな。食べたいもんないんだよね。あ、これがいい。これ。和食。これ、これ、あ、いいっすよ。これがいい。いいっすよ。これにしよう、これ。はい。ザイッて、ザイッて。これでしょ。あれっすよ、お会計は全部、あれっすよ。キスじゃないと、ダメっすよ。何わけやからな。じゃあ、俺ね。あ、さっきさ、はい、ザルそばのさ、はい、ザルそば抜きでいいじゃん。ザルそば。どんなにまさしいですか、僕。それか、このさ、味噌煮込みうどんのうどん抜きとか言って。味噌汁じゃないですか、もう。味噌汁。味噌汁頼んじゃったって。皆さん聞いてください。味噌カツセット、味噌カツ重セットのカツ抜きとかさ。もうご飯、ね、味噌ご飯。皆さん何を聞くの。皆さん聞いてください。さっきあのお金下ろしにミニストップ行ったんですよ。そしたら店員さんに鍋やつ似てるでしょって言ったら、確かに。確かにじゃねえよというっていうオチだったね。そうっすよ。じゃあとりあえず俺さっきのね、何だったっけ、食亭は、あ、食亭はね、あ、じゃあ、和定食か。食亭はね、食中毒じゃない、和定食ね。ご注文もよろしかったでしょうか。はい。何がつくん、何に。僕は、じゃあ、飛行機セットですか。飛行機セットですか。飛行機セットって頼めないでしょ。頼めますよ。頼める。いや、嘘嘘。じゃあ味噌カツ重セット。味噌カツ重セットのカツ抜きで。いや味噌カツ重セット。麺の方何なさいます。え、じゃあラーメン。ラーメン。あ、ラーメンなんかあんの。嘘っす。ないんかい。じゃあ、え、じゃあうどんでいいっすよ。締めございますが、よろしかったでしょうか。あ、普通のんでいいんですか。普通のうどんもございます。普通で。あったかいのでよろしかったでしょうか。はい、あったかいので。あったかいので。うどんは冷凍でって言われてる。冷凍うどんのみ出します。あれですか。俺は、はい、食亭は。食亭は、まあ、まあ、まあ、これさ、うどんを変えれます。うどん変えれます。チーズバーガーにしてください。そばに帰ってください。あ、ザルそば抜きないですか。ザルそば大丈夫です。じゃあザルそば抜きましょう。今日は疲れたんで。以上でよろしかったでしょうか。はい、以上で、はい、お見させていただきます。
ます。味噌カツ自由セットの温かいうどんがお一つ、まあ、定食ザルそばでお一つ、はい、以上でした。はい、ありがとうございます。パンのうどんは、パンのうどんすっきり、パンのうどん大丈夫ですか？あ、大丈夫です。上がった上がった、これがいいです。ありがとうございます。これに今少々もしてください。パンのうどんいいですか？店員さんです。ちょっと焦る焦る、ほんとに。ちょ、俺さ、いざっていうこのパンダうどん食べてるとこ見てみたい、これ。パンダうどん、これてか、めっちゃかっこない、これパンダに見えない。何に見えますの？パンダには何にも見えないけど、パンダにも見えない。見えないっすよね。作り方雑じゃないですか。キャラ弁にも至らない。あ、おかしい。パンダうどん飛行機セットできますよ。一回いかんだろう。なんでなんで。でもさ、ほら、このメニューは小学生以下のお客様って書いてあるじゃん。あ、脳みそが小学生と思われた。あ、そうっすね。何の話やろ。ですね。じゃあご飯来るの待ってましょう。ビアツくん、どう？すごいっすね。どう？ビュームがどう？寂しい。すごい寂しい。いいね、和食。和食なんかしょぼくね。やっぱさ、はい、パンダうどん頼んだらよかったんじゃね。ほんとっすね。じゃあ帰って動画作りますか。はい、じゃあダメやつくんでした。さようなら。ちょっとお知らせがあります。いや、お知らせじゃないか。はい、こちらのスナップのつなぎ、リスナーさんが買ってくれました。なんか電話でこのつなぎが欲しいってことで売約というか、なんていうか、買ってくれました。こちらのスナッポンに頼まないと多分手に入らないような気がしなくもないんですけど、一応こちら1万3800円で販売させていただきました。といってもね、そのままスナッポンから買って、はいどうぞって感じなんで、まあこれで別にね、利益取ろうなんて思ってないんで。はい、このつなぎ、あ、今日着てないけど、俺がいつも着てるつなぎです、これで、同じのが欲しいってことで買ってくれました。なんで、まあ、また欲しい方いたら言ってください。こういうのも販売してるんで。販売してるわけじゃないけど、言われたらね、スナッポンに電話して早くつなぎ持ってこいよっていうだけなんでね、スナッポンが儲かるだけなんで。まあ、よかったら言ってください、こちら。はい、これじゃあこれ、待ってっけ、北海道の人です。北海道まで陸送手配ってなかんね。陸送で買うか、じゃあ U パックかなんかで送ります。送ります。